この時間はヴィッセル神戸対ジェフユナイテッド千葉、こちらの一戦をお届けいたします。スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。ですよね、ファインセーブですよね。これは好セーブを見せました。荒い危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。古橋チャンスになる。山口シュート。山口、もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。さあ、神戸、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね。立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言えますよね。素晴らしいですね。藤本、亀田、シュート。ここで見せてくれました。千葉は2本目のコーナーキック。さあ、ジェフ、コーナーキックが続きます。千葉は3本目のコーナーになります。藤本、裏へ届くか。今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあ、神戸さらに1点を追加し2対0としています。神戸としてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね。ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね。イニエスタ、イニエスタから古橋、長いボールを送ります。裏を狙う。さあ、カウンターのチャンスになります。このボールはカットされます。西、千葉がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくても攻めていい形を作って後半につなげていきたいですよね。柔らかいボール、ここは通しません。坂井、サンペールから左サイド抜けてくる。さあ、つながるか。スペースを狙う。このパスはキーパーへ。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。さて、北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。まあ、ぜひ監督に言われるのは見せ場が怖いところもありますからね。まあ、ゲームをこう終わらせたい3戦目はどうかというかね。ヴィッセル神戸対ジェフユナイテッド千葉。それでは続けて試合を楽しみください。後半見ていきましょう。まず早い時間帯に1点返してプレッシャーかけたいところですよね。そうですね。そうすると来たね。
翔ゴール。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね今のは。ブレーメン先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いやこの采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。さあジェフ、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。できるだけ後半の早い時間に点を取ること、これが一番大切なことだったんですよね。来ましたからね。これで試合は分からないですよ。千葉奪い返します。フリーで受ける、拾いたい。坂井、坂井から長いボール縦へ、イニエスタからアーチのようなパス。イニエスタ、このボールはつながりません。一気に前線にボールを送る大崎。スルーパスを狙う、いいボールだ。亀田へのボール来た、チャンスだ。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。神戸ボール、共に選手交代があるようです。さあジェフ、2人の選手を入れ替えます。イニエスタ、どうか。これはつながりませんでした。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。大崎、ふわっと裏を狙う、ここをかわした。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。うわ、展開早くなってきましたね。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。裏を狙っていきます。プレスからボールがこぼれる、田中からスペースに出る。もうこれいいでしょ。来たか、アウトまで来た。ここで笛です。3対1、シェフ負けてしまいました。北川さん、試合を振り返っていい。